アーサール・テブフィクはオスマン帝国海軍の総攻艦で同系艦はない。本級はオスマン帝国海軍が自国の沿岸防衛のためにフランスのラセーヌ造船所に発注した総攻艦である。本級の船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは推薦部から 上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦守、完備は著しく突出し、かつ、原則艦艦よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。 このため、水旋下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる船体形状であった。船体の基本形状は、列強の装甲艦と同じく艦首水面下に昇格を持つ平ら、甲板型船体に3本のマストを持つ、当時の一般的な装甲艦の形態である。 一番マストの後ろに一本煙突が立ち、その背後に船橋が設けられ、その両脇の甲板上に、主砲のイギリスのアームストロング射精、22.9センチメートル、アームストロング砲を乗せた、バーベットが、片言一基ずつ配置された。二番マストと三番マストの順である。船体中央部の砲角部には22.9センチメートル砲が、単素砲がで、 片弦三基ずつを配置し、甲板状のものと合わせて軽8基を搭載した。水洗面と訪問部には厚さ102から2 2 9ト、mm、ル装甲を原則に張っていた。本艦は1891年に武装の更新が行われ、バーベット状のは2 1トル単装砲2基に改められ、砲角内は 2 2 5トル炭素砲を6基に更新されたほか、近接戦闘用に、1859年型8 7トル炭素砲2基、1862年型6 4トル炭素砲を2基を、甲板上に配置した。近代化改装後のアサルテブフィクさらに、1900年代に、 近代化改装を受けた折に搬送設備と、甲板状のバーベットはすべて撤去され、甲板状の構成は、干首から手法の15センチメートル速射砲を棒立てのついた単装砲画で一機、その後部に上部構造物が設けられ、上に単燥灯台を乗せた装甲司令塔が立つ。煙突の位置はそのままでキセル型の通風塔が、並列で2本立てられた。 その原則部には 15cm 速射砲が片原1機ずつ配置された。煙突の後部に大型化した船橋を持つ操舵環境、見張り所に 4.7cm 単装機砲3機を配置するミリタリーマスト1本の構成となり、関西艇は後部甲板上に配置され、完備部に2本1組のボートダビットが片原2組の計4組により運用された。 戦隊中央部の訪問は中央部の3箇所を除いて塞がれ、原則の干渉尾部には通風用の原装が設けられた。原則の訪問部にはアームストロング 12cm 速射砲を単装砲がで片幻3機ずつと後部甲板状に棒立てのついた単装砲がで1機を配置して計7機した。他に近接戦闘用にオチキス5 7トル単装砲を 単装砲画で6機を甲板上に配置されて外見上は走行巡洋艦のようになった。ありがとうございます。